もうぜひそれは使って名前をたくさん出していこうというところで、なので、まあ、すごく嬉しかったというか、単純に会社の雰囲気だったりとか、あとこういう業務してるんだなというのは直接見ることができたので、すごい動画効果的な応募も急激に増えましたし、週に 1,2 件とかそういうレベルが、まあ、3,4 とかっていう普通の他媒体では読み受けられないぐらいの数値が出てきて、でしかもあの応募される方はやっぱ角度が高いというか、増えたっていうところもありますし、それで良質な方と出会うことができたっていうのが大きかったのかなと思って私もちょろっと出させていただいてこんなの会社内でやるんだっていうのは、多分若い会社ですし、若いメンバーもたくさんいるので、まあ、いい経験になったっていうところもありますし、会社説明会とかに最後にちょっとじゃあ動画見てっていうと、これだけでなんかイメージがつくっていうところはすごく、はい、ブランディングも兼ねて大変助かってます。チャット感覚でできるようなメッセージとか、あと足跡とかでそういうような履歴をお互いが見れるっていうところはすごい強みなのかなと思います。今日いい顔も来てるかなとか、あとはランキング1位何位になってるのかなとか、すごいなんか楽しんで出社するみたいなところは本当にあったので、うちのメンバーの家族からテレビ見たよとか、そこら辺のことができて、あ、うちの家族の人頑張ってるんだなっていう、そういう声を聞くとやっぱり出てよかったなっていうのはすごく感じますね。なんかすごくなんか良かったなっていうのが今正直、やってよかった。